ようございます。速稼塾の久保です。最近はですね、花屋龍馬さんの動画を取り上げることが多かったんですけども、やっぱりね、若い方が YouTube を始めたりね、それからインターネットの世界で起業していくっていうのはまあいいなと思いますよね。40代50代も負けてらんないなという気持ちになるんですけども、ちょっと待てという方がいると思います。それはですね、いやもうね、この年になってインターネットだとかスマホだとか言ってらんないよ、やってらんないよっていう方ね、今日はここにもうサムネイル出てますけども、森浜子さんというね、チャンネル名がゲーマーグランマっていう方ですね、グランドマダーっていう方ですけども、この方ね、89歳で YouTube を始めてるんですよ。確か今年の春ぐらいに始めたと思うんですけども、現在ね、チャンネル登録者が7万人で、私が確認したところ9月に3万人ぐらいだったんで、2、3ヶ月でね、また4万人増えてるんですよね。で、この方は自分のゲームをする姿をインターネットで配信するゲーム実況 YouTuber というね、部類なんですけども、すごい話題になっていてですね、まあ話題ですよね、登録者7万人ですから。で、好感度の高い実況の様子がファンを作って、現在のチャンネル登録者数は3万人、そして、今ね、12月の時点で7万人を超えてるって言うんですよね。いかがですかね、YouTube ってのを知ったのが、今年だよっていうね、40代の方、50代の方、なかなかいないと思うんですよ。もう数年前とか、もう10年近く前から YouTube っていうのを利用してると思うんですよ。でもですね、89歳の方が今年から始めてもうこうなってるわけですよね。この方は89歳の森浜子さんっていう本名の方ですよね。で、全てのゲーマーが憧れるとも言われるほどの実況動画をしていただいてるんですけども、いかがですかね、やっぱゲームをこの年になってしてるっていうのはすごいんですけども、この方だから今おおむね90歳なんですけども、ゲーム歴30年だそうなんですよ。ということは、60代でゲーム始めてるんですよね。おそらくこの動画を見ている方のよりも、60代ってのは年上だと。だからね、この動画を見ている方の未来にゲームのスタートがあったということですね。で、それに比べると、まだ我々はこのゲーマーグランマーよりも先んじてるわけですよ。いろいろと。でも結果はだいぶ遅れてるのかなっていうところですね。当然私も登録者7万人っていうと全然かなわないんですけども、こういう姿を見てですね、まだまだ年だって言ってらんないなとかね。だから若い者にも、そして高齢者にも、かなわないやっていうふうなね、現実に、こう、目を向けてみると、できることってまだいっぱいあるんじゃないかなと思うんですよね。で、ちょっとね、ネットの反応の声を紹介してみましょうか。89歳のゲーマーグランマさん、ボーダーランズの、3? 何ですかこれ。ボーダーランズ、よくわかんないです。これ見てください。すげえと。いうことでね、これゲーマーグランマさん、この方ですかね。で、YouTuber のゲーマーグランマさん、面白そう、かっこいい、今が一番楽しいっていう89歳、素敵、こんなおばあちゃんになりたいと。ゲーマーグランマ、年齢を感じさせないアクティブさがある、人生を楽しんで素敵ですねとね、Twitter で反応がありますけども、皆さんいかがですかね。こういうふうに Twitter で噂されるような、特にね、悪い噂じゃなくて憧れの存在として噂されるような、そんなね、年の重ね方できてますかね。普通の人がこういう風になれる時代なんですよね。花屋龍馬さんみたいに若い方が、新しい世界を切り開いていくのも、もう素晴らしいなと思うんですけども、いやいやいや、年齢に関係なく、インターネットの世界っていうのは、皆さんを温かく迎え入れてくれるんではなかろうかと思います。まあ、反面ですね、言えるのは、そのまま自分の評価が増幅されるんで、何をも成し得なかった方っていうのは、それが露呈するだけなんですよね。でもやっぱりね、人生生きてきて、何も成し得なかったってことはないと思うんですよ。自分がね、何を成し得てきたのかってことを素直に目を向けて、そして何ができなかったのかってこともしっかりと捉えていくことによってね、こういうふうな道が開けていくんではないかなと思いますね。今日はね、森浜子さんを紹介させていただきましたけども、皆さんいかがお感じでしょうか。またね、コメントなどいただければ幸いでございます。それでは、いってらっしゃい。